リンデン。日本では東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーをした助っ人外国人選手です。突出した成績を残したというわけではありませんが、ある意味有名でした。というのも、最悪な助っ人や日本を舐め腐ったと言われるような出来事を起こしています。当時監督であった野村克也氏も相当手を焼いたようです。今回は野村克也氏とリンデン氏のいざこざを中心に紹介いたします。リンデンの経歴。まずリンデン氏のキャリアについて軽く触れておきましょう。右投げで助っ人外国人では少し珍しい両打ちの選手です。2001年の MLB ドラフト1巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名を受けてプロ入りを果たします。2003年にメジャーデビューして、現在楽天の監督である石井和久氏からホームランを放ったことがあります。このこともあり、日本球界を少し甘く見ていたのかもしれません。しかしその後目立った活躍を残すことができず、2007年から怒涛の移籍ラッシュとなりました。フロリダマーリンズを経て、2009年のシーズン途中までの間でオークランドアスレチックス並びにクリーブランドインディアンズ、さらにはニューヨークヤンキースでそれぞれマイナー契約からスタートします。ただ一度もメジャー昇格には至らず、日本球界への挑戦となりました。楽天に入団して2009年シーズン途中からではあったものの、打率2割9分2厘でホームラン12本と安定した成績を残します。しかし翌シーズン限りの NPB 在籍となりました。次のところ以降で野村氏とのいざこざや対談の経緯についても触れていきます。野村克也とのいざこざ。舞台は2009年10月10日に札幌ドームで行われた北海道日本ハムファイターズとの一戦でした。この日ベンチスタートであったリンデン氏が6点差を追いかける9回表に代打で出場します。結果はファーストゴロでした。大方負け試合での起用かつ自身の打撃内容に不満を覚えたのか、シックスランホームランを打てということかと怒りをあらわにします。さらにバスの車中では当時のヘッドコーチに対してクレイジーと侮辱の言葉を連発しました。野村氏は人間失格で抹消って珍しいな、独断でクビにした、どうせ俺もクビだ当然だろう、ああいう不届き者がいるのは不愉快でしょうがないと呆れ返っている様子でした。ちなみに当件は野村氏が決断は一人で行ったようですが、そもそもコーチ陣の総意で野村氏に懲罰を打診していたようです。同月13日、楽天はシーズン大一番の試合を3日後に控えていました。最高のチーム状態で挑むべく、リンデン氏自身も野村氏に直接謝罪に出向きます。しかし服装が T シャツに短パン、サンダル履きで、さらにはポケットに手を突っ込んだままだったことで火に油を注いでしまいました。野村氏は全く誠意が感じられなかったと、わずか10分で会談が終了します。これが俗に言う短パン謝罪事件です。野村氏は目を見りゃわかるよ、あれは謝ってない、目は口ほどに物を言う、その目はなんだ、睨みつけてと言っちゃった、反省の色もない、日本にこういう言葉があるって言ったんだ、子供を見れば親がわかるって、そしたら余計に怒っちゃって、こんなの初めてだ、こんな問題児はと謝罪を拒否した旨を明かしています。当の野村氏はテレビカメラを前に、こんな大事な時期に解雇通告を告げられるなんて前代未聞でね、私の心の中は非常に情けなく最悪の状態です、空は青空、心は丹後の曇り空や、今の子らは鈍感なのかもしれないけど、チームは最悪の雰囲気だよ、ムードとか勢いとか目に見えない力はすごいよ、ちょっとしたことで流れが一変しちゃう、怖いよ本当にとクライマックスシリーズを前に頭を抱えていました。しかし第2ステージ進出決定直後の10月19日、次はリンデン氏がスーツ姿で謝罪に訪れます。誠意を感じた野村氏は、リンデンあげるよ、俺は情に脆いんや、結局俺の欠点、球団代表にも勘弁してやってくれと言われたんやと和解に応じた裏話を明かしており、野村氏とリンデン氏のいざこざは収束しました。野村氏との揉め事は一件落着しても、これでは終わりません。リンデン氏は2010年も楽天でプレーしました。野村氏は2009年限りでの解任となり、2010年はベースを放り投げたことでも有名なブラウン氏がイーグルスの指揮を取ります。同じ外国人同士、
分かり合えると思われましたが、起用法などをめぐって両者は口論になりました。他にも8月18日のオリックス戦では、リンデン氏は球審の判定に対して不満を覚えます。英語でなら審判にも意味は伝わらないだろうと、まくし立てるように暴言を吐きました。しかし海外留学経験のあった球審であったため、全て聞き取ることができ、リンデン氏は退場となります。ベンチ裏でブラウン氏がリンデン氏をなだめようとしたものの、一方のリンデン氏は、なぜ日本人の肩を持つんだと悪態をつき、監督批判となりました。ブラウン監督に侮辱的な態度を取り、問題となったリンデン氏に対して、度重なる事態を重く見た球団は8月下旬以降40日間の謹慎と、年俸から謹慎期間分の約600万円を罰金としてリンデン氏に課しました。ただリンデン氏は生涯単位で見ると様々な問題を起こしています。次のところではその他の出来事について見ていきましょう。他の揉め事、まずリンデン氏は大学時代、チーム規則や学則を何度も破っていました。ここまでは大きな問題ではないかもしれませんが、キューバとの親善試合の際にはキューバ製の葉巻を密輸するなどして退部処分を受けています。そして楽天時代、他にも問題を起こしていました。2009年8月2日に千葉マリンスタジアムで開催されたロッテとの一戦でのことです。ロッテは唐川祐希選手と里崎智也氏のバッテリーでした。ロッテバッテリーはリンデン氏のインコースを執拗に攻めます。2球続けて唐川選手のボールがリンデン氏の胸元へと行きました。この時リンデン氏は2球目が来た際には2度目やぞというようなジェスチャーを見せながら相手バッテリーに忠告します。これで終わりかと思われましたが、6回表に事件が起こるのです。リンデン氏はバントの構えから引いたバットを故意に星野里崎氏の顔面に当てたのです。インコース攻めに対する故意の報復行為とみなされ、一触即発となりました。引退後、里崎氏は当時のことについて、もう時効だと思いますから言っちゃいますけど、僕の場合はそんな時だけ投手に出すデンジャラスサインもありましたと明かしています。リンデン氏から報復行為を受けた後、里崎氏は唐川選手に対して、次の球で絶対に行けと密かにサインを出していました。ただ最も当の唐川は、ブチ切れている僕のテンションについてこられなくて全然投げてこなかったですけどねと、失敗に終わったこともエピソードとして添えています。里崎氏は、故意に当てるのは良くないこと、ただそっちがその気ならこっちも行くよという怒りのパフォーマンスも時には必要ですからね。選手を守る意味でも、僕らにはやらなきゃいけない場面がやはり実際にあるんですと、グラウンドで強くあらなければいけないといった考えを語っていました。他にも2009年10月6日の同じくロッテ戦において、バッターのスクイズ失敗によりリンデン氏が三塁とホームの間で挟まれた際、福浦和也氏のグラブを肘打ちしてボールを弾き飛ばし、守備妨害を宣告されています。またルール違反という面では、米国製のバットに自身が契約している国内のメーカーのシールを貼った違反バットを使用していました。これに対してはプロ野球規則委員会から厳重注意となっています。リンデンを絡めたジョーク、数々の問題を引き起こしてきたリンデン氏なので、日本球界ではある意味有名人です。そのため比喩表現としてリンデン氏が用いられることがしばしばあります。このパートではリンデン氏に関する面白おかしなコメントについて見ていきましょう。まず野村氏のコメントからです。野村氏は、マー君、神の子、不思議な子など多岐にわたって独特なコメントを残してきました。日米で活躍したキャッチャーである城島健二氏を批判する際には、あいつはジャパニーズリンデンと揶揄したようです。バット投げで有名であり、里崎氏と同僚でロッテに在籍した早川大輔氏ですが、先ほども紹介したリンデン氏と里崎氏の乱闘騒ぎに顔を出しています。ファンのコメントでは、リンデンと里崎の乱闘で一番初めにリンデンを突き飛ばしたのが、何の関係もない上に一番遠い位置にいたはずの外野の早川なのが笑ったという感想も見られました。早川氏も相当頭にきていたのでしょう。またリンデン氏の楽天時代の同僚であるセギノール氏は、声援を送るファンに対して英語がわからないと思ったのか、やばいスラングを言い放ちまくっていたと明かしており、セギノール氏も引いていたようです。ということで、今回は野村克也氏とリンデン氏のいざこざについてご紹介しました。
日本で2000本安打の金字塔を打ち立てたラミレス氏は、ラミちゃん、日本で成功したいと思ったらもっとセンターからライト方向に打つことを心がけなきゃダメだよと、当時ヤクルトの監督であった若松努氏から言葉をかけられます。その言葉通りプレーし続けた結果、記録にも記憶にも残る選手となりました。やはり謙虚さや素直さは異国の地でプロ野球選手として成功するためには必要そうですね。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。